カーペンターズが、1971年に、リリースした、A Place to Hide Away、A Place to Hide Away という歌を取り上げます。カーペンターズが1971年にリリースしたということは、キャロリン・カーペンターが多分21歳ぐらい、21歳ぐらいね。で、この歌詞の日本語訳と文法について触れてみます。さて、このね、まずタイトルですが、ここでカッコでくくってあるんですけどね、おそらくは I had to hide away っていう、これ全体のタイトルのまた別の言葉がもともとあったんでしょうね。で、それをちょっとカッコでくくって hide away だけにするとかね、なんかね、カーペンターズの歌でもね、なんかこれ以外にもね、カッコでくくってあるタイトルってあるんですよね。例えばの話ね、何だったかな、あれは。Close to You っていう歌、ありますよね、有名なやつ。Close to You。あなたのそばにっていう、Close to You っていう歌、有名な歌ありますよね、カーペンターズの歌ね。あれは Close to You じゃなくて、実はもともと、何だったかな、They want to be、They long to be、そうそう。They long to be、They long to be close to you という歌だったんですよ、もともとね。確か、ボード・バカラックという人が、作詞したんですよね。They long to be close to you っていう長いタイトルだったんだけども、カーペンターズがそれをカバーするときに、カッコでくくったんですよ、ここね。で、これがタイトルなんですよ。で、いっそのこと、これ消してしまったらいいのにと思うけども、消すのはちょっと忍びなかったんでしょうね。やっぱりカッコでくくりたかった。普段はだから close to you と呼んでほしい。でも、正式には they long to be がついてますよということをアピールしてみたい、してるみたいですね。というわけで、こういうふうにね、カーペンターズの歌でもこういうように、本当は長いタイトルなんだけども、カッコでくくって ね。で、この一部だけを特に強調したい。今回の場合も同じね。今回の場合も同じで、ハイドウェイというタイトルだけども、もともとはこれをくっつけてんですよというようなね、ことをアピールしてるらしいんですよね。で、そんな変なって言ったらおかしいけど、そういうタイトルがあります。カッコつきのタイトルがありますわ。で、これね、正式に言うと、もしこれがなかったらね、ハイドウェイって言って、ハイドウェイっていう一つの、名詞なんですね、これね。一つの単語で成り立った、間にハイフンも何もない、ハイフンもなければスペースもない、なんていうの、名詞なんですよね。すなわち隠れ家というか、hiding place、hiding place、すなわち隠れる場所、隠れ家という意味のね、名詞なんですよ、もともとはね。で、もし a place to という言葉をつけたら、これだとまずいですね。a place to の to の後は、動詞が来るはずですから、hide away と、こうならないといけないですね。a place to hide away、こうならないといけないです。ところが、もし a place to がなかったら、ね、こっちでもこっちでもどっちでもいいということになりますよね。名詞で隠れ家という意味のこれでもいいし、隠れろという意味の動詞でもいい、動詞の熟語でもいいですよね。というわけで、ちょっと紛らわしいタイトルなんですけどね、これね。紛らわしいって言っても、英語ネイティブにとっては全然紛らわしくないのかもしれませんけどね。で、というわけで、一応、隠れ家という、隠れ家というタイトルだと思ってみましょう。この歌全体はね、私は隠れ家が欲しい、一人だけでね、一人ぼっちになれる隠れ家が欲しいっていうような趣旨の歌なんですけどね。ただね、申し訳ないことに、これ全体一生懸命何回読んでもね、本当の意味が分かりません、僕にはね。一応、なんていうの、表面上の意味は分かります。でもね、ちょっとこっちのセリフとこっちのセリフ、なんか辻褄合わないなって。表面上の意味は分かるけど、なんでこの言葉の後にこういう言葉があるのかなっていうふうにね、疑問に思う点が残ります。でも、まだ、で、今の段階では僕は完璧には理解してないけど、ね、
裏の意味というか深い意味がまだ十分理解できないけども、一応発表しておきますね。で、わからない部分も残るけども、また僕が10年ぐらい経ったらまたね、ちゃんとわかる時が来るかもしれません。その時にまた発表し直します。というわけで、今のところわかったことだけを発表しますね。 I've got to find the place to hide away ね。まあ、I've got to っていうのは、あの、I have to と同じで、何々しなきゃというような感じのちょっと砕けた言い方ですね。何々しなきゃいけない。Find a place. A place to hide away. ね。これは、あの、隠れる場所ですけどね。隠れがという意味ですけども、実はこれ、away がなくてもいいんですよね。なくてもいいというよりは、ないのが普通みたいなんですね。A place to hide というのは普通みたいなんです。普通みたいなんです。隠れる場所。A place to hide だけでいいんです。A place to hide away という言い方は、ひょっとしたらそういう言い方はないのかもしれない。ネットで一生懸命探したんです。でもね、A place to hide away という言葉が出てくる箇所を見ると、インターネットでサイトを見ると、全部歌詞の一部なんですね。全部かどうか知りませんけども、僕がさ、あと見たところね。あの歌詞、あの歌の文句として出てくるんです。そうじゃなくて、あくまでも普通の会話で、あるいは普通の小説とかで出てくる A place to hide という言葉は出てくるけども、 A place to hide away という言葉は出てこないみたいなんですよ。僕は全部調べたわけじゃないですけど、どうもそんな感じがする。だから A place to hide というのは普通みたい。もし A place という言葉と hide という言葉を使うんだったら A place to hide でいいんです。それで隠れが、隠れる場所、一人ぼっちになれる場所という意味ね、away がいらないです。で、もし away をつけるんだったら、むしろ a place to はいらないで、むしろ a hideaway、 a hideaway、 hideaway ってあの一つの単語ですよ。これ これみたいなんですね。 a をつけて a hideaway ね。ね、これは確か、青をつけるはずですね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、ハイドウェイで、あがつくということでよかったと思うんですけど、ちょっと確認してみますね。ハイドウェイ。あ、ハイドウェイね。ハイドウェイは、あ、カウンドボールですね。うん、この、ジーニアスの辞書によると、確かにあがいりますね。あの、すなわちこれは、あの、不可算名詞ではなくて、加算名詞。数えられる名詞ですから、あが必要ですね。一つの隠れ場が必要って言いたいときは、I want a hideaway. I need a hideaway というようにあがつくんですよね。で、もし二つの隠れ場だったら、two hideaways となるわけですね。というわけで、a hideaway って言ったら、隠れ場。で、一つのこれ単語ですよ。間に何もないんですよ、これね。スペースも何もないんですよ。で、away をつけるんだったら、hideaway というふうに一つの単語にならないといけないんです。ところが、しかも、あがつくはずなんですよ、こうやってね。だから、もし、find a hideaway だったら分かるんですね。find a hideaway。ちょっと書きますね。I've got to find a hideaway. これだったらわかるんですね。I've got to find a hideaway. ね。A hideaway. 一つの隠れ家が必要だと。Away を作られるんだったらこうなんです。で、もし a place to となるんだったら、a place to hide となるんだったら、Away はいらないんです。それが普通みたいなんです。でも、それは普通の話であって、これは歌詞ですから。歌で、詩である、詩の場合はね、あくまでもリズムを大事にする。どういう風に聞こえるのが一番美しいかと一緒に考えるわけですね。で、結果的にアウェイつけた方がいいと思ったんでしょうね。あの、ソングライターは、ね、作詞家は。で、アウェイをつけたと。だからこれはこれで尊重しないといけないわけです。わざと彼らは、もしかしたらこれが必要ないと分かってたけども、ね、分かってるけれども、あえてつけてる。というわけね。そういうことはよくありますね。そういうのはあのポエティックライセンスって言うんですけどね、いつも言うように、いつもこのシリーズで言ってますけども、ね、
poetic license って言うんですよね、こういうのは。すなわち詩的許容、すなわち詩においてはね、詩的というのは詩的、詩のね、詩においてはね、許容される、許されるんですよ。少々文法的におかしくてもね、文法的あるいはその他のなんかちょっと言い回しがちょっとおかしくてもね、リズムが大事だからちょっとぐらいおかしくてもいいじゃないかというね、リズムが綺麗であったらいいんだ、それだけが全てというわけじゃないけどね、ある程度論理的には筋が通ってないといけませんけどね、でも少しぐらいは許そうという考え方ね、で、いうわけです。さてと、私は隠れが一人だけになれる場所を見つけなきゃと、ね、Far from the shadows of my mind、 Far from なんとかっていうのは、これはこの A place to hide away にかかってますね。後ろから後置就職してる、後ろから就職してるわけですね。だからここからここまで全体が1行2行、この2行が一つの文になってると思ったらいいですね。だから後ろから訳すと、私は私の心の影から遠く離れたところにあるところ、遠く離れたところで隠れが、一人だけになれる場所、隠れがを見つけなきゃいけない。そういうことですね。だから結局どういうことなのかって言ったら、私の心のには影があるんだと、すなわちちょっと悲しい部分があるんだ、私の心にはね、なんか暗い部分があるんだと、その暗い部分から離れたところに、遠く離れたところにあるね、隠れが、そういうものから隠れるための場所、すなわちこんないつもこの私はこの悲しい思いなんかね、この心の中の影の部分、すなわち悲しい部分、ネガティブな部分にいつも使ってたら苦しいからね、そこから逃げる場所が欲しいんだと、すなわち明るい場所が欲しいんだと、楽しい気分になれるような場所が欲しいんだということみたいですね。次、 Sunlight and laughter, love ever after、日光と日差しと笑いと愛と、あ、これは永遠の愛ですね。これ Love ever after という言い方は、これは一つの決まり文句ですね。例えば昔王子様と例えばの話、カエルの王様ってありますよね。フラッグプリンスって言うんだったっけ。カエルの王様っていう物語ありますよね。グリムドアだったか、グリムズ・フェリー・テイルズ、グリムドアだったか、それともアンデルソンズ・テイルズ、アンデルソン・ドアだったか忘れましたけども、フラッグプリンスっていうのはね、ダがついたかな、確か。カエルの王様って知ってるでしょ、あれ、ザ・フラッグ・プリンスって確か英語で言うんですけども、ね。で、カエルの王様、カエルの王様って言ったら、これカエルの王子ですよね。The Frog Prince っていうのは英語そのものはね。でも、カエルの王様っていうタイトルだったと思います、日本語ではね。まあ、それだともかくとして、The Frog Prince っていう物語の中では、まあ、昔々は王女様が今、王女様じゃないわ。何だったっけ？プリンセスがいました。ね、プリンセスがその、まあ、ちょっと、川で遊んでて、ほんで、なんかね、ボールをどうのこうのして、いろいろあったと、ほんで、でまあ、最後に、この、カエルが王子様になったんですよね、でハンサムなんですよね、あ素敵な人ということで、幸せに結婚しました、そして、この二人は、いつまでも幸せに暮らしましたとさっていうね、日本語だったらそうなるでしょ、それを、They lived happily ever after になりますよね、英語でやったらね。They lived happily ever after ですよ。だからね、love ever after って言ったら、まあ一つの決まり文句ですよね。永遠に、その後永遠に続く愛とか、そんな感じですね。その後永遠に、それからね、彼らは結婚しました。そしてその後は永遠に、その後は永遠に愛があるということですね。これはこの場合の love は、その後に永遠に続く愛というわけで、これは名詞ですよね、ここだね。というわけで、ね、日差しと、ね、日差しっていうのは明るいものですよね。ラフター、これも明るいものですよね。そして、その後永遠に続く愛って言ったら、これも明るいに決まってますよね。全部ポジティブなものばかり、いいものばかり。
こういうものが満ち満ちているような、そんな隠れ家が欲しいというふうに言ってみたいですね。だから私は普段ね、あのこう暗いあの悲しい思いをしてるんですよ。だからそこからね、逃げられるような、こういうなんか日差しに満ちて、日差しと笑いに満ち満ちていてね、で、あの、その永遠に続くような愛があるような、そんな隠れ家場所が欲しいんだと、ね、そういうのを見つけなきゃって言ってるんですよ。で、Oh, how long I long to find a place to hide away. ああ、どれだけ長い間、これ簡単文ですね。ああ、どれだけ長い間、私は、あの隠れ家を見つけたいと思ってきたことかっていうことですね。思ってきたとは言ってないですね。思っていることかって言ってますね。本来ならこれ、こうならないとおかしいかな。How long I've longed。 これね、あの、その何、現在完了ね。How long I've longed to place, find a place to hide away にならないとおかしいかな。だからもしかしたらもともと歌詞はそう書いてあったのかもしれません。で、歌詞もそういうふうに歌ってるのかもしれない。もしかしたらこの部の部分は言ってないかもしれませんけどね。よくアメリカ英語では、あの、現在完了というべきところを、よくアメリカ英語ではただの過去形で言うときありますからね。だからそういう I long とまたは I've long とどっちかで言ってるのかもしれない。歌詞も言っていて、で、作詞家ももともと書いてたかもしれません。で、だけども、これね、I've long とあるいは I long とは、あの、まるでね、あの、現在形のように聞こえるから、誰かがこの、あの、現在形で書いてるだけかもしれません。ネット上ではね。ネット上にこう書いてあったんですよね。でもこれは間違いかもしれませんね、ひょっとしたらね。実はこうだった。だからね、これは間違いで、この現在形は間違いで、I've longed または I longed のどっちかが正しいのかもしれないです。そういうふうに、あの、そもそもね、少なくともこの下ははっきり分かりますね。I long to というのと、I long to というのとね、これ longed to はこれ long to というように発音するから、だから現在形のように聞こえますよね、これ言っててもね。だからこれが正しいのかもしれませんね、ひょっとしたらね。ネットにそういうようにちょっと、あの、何、多分著作集家はその、もともとそう言ってたんでしょうね。後でちょっとそのサイトに行って、僕ちょっと僕なりの意見としてそういうように修正しておきますわ。僕は間違ってるかもしれませんけどね。間違ってたらまた他の人が直してくれるでしょう。というわけで、ああ、どれだけ長い間私は、あの、隠れ家、そういう隠れ家ね、明るい隠れ家を、楽しい隠れ家を見つけたいと思ってきたことか。次。次はですね、I hear you whisper and I must obey。私はあなたがささやいて、ささやくのが聞こえて、それで私は従わなきゃいけない。これどうやらね、もしかしたらね、シンデレラの物語みたいにね、なんかあの、上の、例えば、あの、お母さんとかね、それからその兄弟とかからこき使われてる、かわいそうな女の子なのかもしれませんね、これね。そんな感じでね、なんかひどい親とかね、ひどいあのガキ大将とかね、そういうものからいじめられてるのかもしれない。ですから、ひそひそっとなんか言われたらね、だからその言われた通りにしなきゃいけない。Blindly I follow where you lead。でね、盲目のにっていうと、なんていうかな、めくらめっぽうという言葉に近いんですけど、なんちゅうてんかな、むやみにというかね、何にも考えないで、ともかく、そのまんま盲目的に何も言わないで、もうあなたの導くところに私はついていかなきゃいけない、ついていくんだと。だから
まあ、ガキ大将か、あるいはひどい親か、あるいはひどい兄弟かもしれないけども、ね、言われた通りに私はしなきゃいけないんだと。で、Knowing tomorrow brings only sorrow、Knowing that 主語動詞ですよね。明日というものが、悲しみだけをもたらすんだということを知っていながら、Where can I go to find a place to hide away? ね、ちょっと待てよ。あ、これ、悲しみ、明日というものが悲しみしかもたらさないということを知りながらも、私はあのこの上にかかってるみたいですね。だからこっからな、こっからね、ここまでが一つの文になっているように感じますね。だからこの分子構文は上にかかってるんですよ。だからあの明日は悲しみだけをもたらす、すなわち明日になってももう悲しみしかないね、今日も悲しい、昨日も悲しかった、今日も悲しい、また明日も悲しい、永遠に悲しいんだとね、いうことが分かっていながらも、私はね、あなたの言う通り何でもかんでもしなきゃいけないということみたいですね。次、Where can I go to find a place to hide away? どこへ行けば、どこで私、待てよ、私はどこに行けば、あの、隠れ家を見つけることができるのかということですけども、直訳するとそうですね、後ろから訳してみましょうか。隠れるための場所を見つけるために私はどこへ行くことができるかということですね。だからどこへ行けばあの隠れ家が見つかるんだろうかということですけどね。さてと、で Obey Away、 これはきれいにライミングしてますね。次、さて次ですけども、Bright colored pinwheels go round in my head. I run through the mist of the wine, but night and the music remind me instead. The world once was mine. ね、Bright colored、明るい色をした、明るい色をした、これ pinwheels というのはね、風車のこと、風車。風が吹いたらピュルピュルと、子供の時によく使うあの風車ね、ふーっと吹いたらコロコロコロっと回るやつね、あのプラスチックでできてるやつですよ。ペンウィールス、風車ね、あ、まあ、プラスチックでできてるとも限らないや、紙ね、でできてるかもしれませんね。で、明るい色をした風車、これあの語源的にはね、ピンで止めてある車ですよね。ピンで止めてある車だから風車ということなんでしょうね。その、明るい色をした風車が go round するんだと、くるくる回るんだと。でところでね、この round というのはね、 go round の代わりに、アメリカ英語ではね、アメリカ英語だったら普通は go around なんですが、アメリカ英語が around になるところをイギリス英語ではよくラウンドになりますよね。で、ここではイギリス英語であるかのように書いてありますが、このカーペンターズたちはアメリカの人だから、もともとアラウンドかもしれませんね。でもアラウンドと言ってしまうと、これ一つリズ、あの一つ音が一つ加わってしまうから、あのリズムが狂う。だからアラウンドの代わりにラウンドとする。こういうことはアメリカの歌手が歌う歌でもこういうことをやるときありますよね。アラウンドの代わりにラウンドをわざと使うというね。イギリス英語をわざと使う。そのことによってリズムを整えるときありますね。で、ここではわざとイギリス英語のように発音してるんですよね。Go round in my head。だから、私の頭の中でね、明るい色をした風車がくるくる回ると。きれいですね。で、次。I run through the mist of the wine. ね。あの、ワインのね。ワインはワインでも、この座がついてますからね。まあ、特定のワインなんですけども、そこにあるワイン。でもね、ここの場合は座が、何のために座がついているのか。これは、あの、別にあってもなくても、あの、いいのかもしれない。この歌においてはね。というのは、これはあくまでも、リズムを整えるために座をつけるべきだと思って、リズムを整えるための座に過ぎないみたいな気がしますね。というのはこれがなくても別にちゃんと意味は通じてるんですよ。
ワインの、ね、ワインの霧を通って走るんですよね。ワインの霧がなんか知らないけど、ワインの霧っていうか、ワインのなんていうの、ワインの霧、ワインのなんていうのかな、あれ、なんかもくとしたこのね、あのいっぱいワインの匂いがしたそういう場所があって、その中を走る、私はね。なんでこんなことを言ってるのかよくわからないんですけど、ね、僕はね、まあ綺麗ではありますけどね、こういう言葉は。次、 But night and the music remind me instead。 でも夜とその音楽が私に次のようなこと、このことを思い出させるんだと。あの、その代わりにということです。その代わりにというのは何の代わりにかというかというと、その前、今まで言ったことの代わりにね、そうじゃなくてというような感じね。もうあの、今まで言ったような状況の代わりに、この夜とその、あの、音楽が私に次のようなことを思い出させるんだ。ね。Remind me instead that the world なんとかかんとかという感じでしょうね。that があると思ってないんです。世の中はかつて私のものだったということを代わりに思い出させるんだということですね。で、ここで night and the music。別に the night and the music でも、the night and the music でも、あるいは night and the music でも、ともかくだがろうがなかろうが、ここでは意味が通じると思うんですよね。あの、もちろん僕が言いたいのは、あの、だをつけた場合とだをつけない場合では意味は違いますよ。でもね、ここでは前後関係を見ても、別に、だがなくっても良さそうだし、あっても良さそうだし、両方とも意味が通じる。あえて、ここだけにだをつけて、ここにだをつけない。ね。その意味が僕はよくわかっていません。でも、これはあまり意味がなくって、やっぱり こっちのだと一緒でね、あの、リズムを整えるためのだをここにあえてつけてるだけで、ね。Night and the Music だけでもいいかもしれない。あるいは両方に座をつけてもいいかもしれないんですよね。もしも意味の文脈だけを考えるんだったらね。でもここではね、リズムを整えるためにここだけに座をつけたらしいんですよね、と僕は考えます。そして世の中がかつて私のものだったというのはどういう意味かというと、結局ね、かつてあの、幼い時はまあ何でも私の思う通りになった、私には何の屈託もなかった、幸せそのものだったということでしょうね、おそらくね。かつては私はもう幸せそのものだったんだけども、今ではね、今ではあのやっぱりあのちょっと不幸なんだということが言いたいみたいなんですよ、どうやらね。で、ここら辺のね、風車、明るい色をした風車が私の頭の中で回転していて、そしてワインの霧の中を私は走るというように言っている。これひょっとしたらね、これ幼い時の3歳とか4歳のとかね、7歳とか、そういうものすごく幼い時の屈託のない時代の思い出のことを言っているのかもしれません。ね、そういう屈託のないあの幼い時はこんな感じだったと、もう周りがキラキラしていてもう楽しいだけだったと。でも今の夜とか今の音楽、今聞こえる音楽とかね、そういうものをあの見ていると、私はこういう幼い頃の楽しい時代とは違ってね、その代わりにね、かつては私はね、あのかつては私のにとって楽しい時代だった、でも現在では今は楽しくないんだということを思い知らされてしまうということは言いたいみたいなんですよね。次、 head instead、 これはライミングしてますね。それから wine mine、 これもライミングしてますね。次いきます。さてと、これ水色で囲みましたけども、これは後で繰り返されるんですけどね。
I'll have my pennies for a rainy day, but where can I buy another you? Dreams are for sleeping, love is for weeping, for how I long to find a place to hide away. But night and the music remind me instead the world once was mine. Repeat, これ。このね、この水色の部分がここで繰り返されて、ほんで終わるんですよね。さてと、見てみましょう。I'll save my pennies for a rainy day. これ、直訳してみましょう。雨の日のために、私の何ペニーかを。何ペニーっていうのは何ペンス。他にも何か意味があるんだったかな。まあ、一応本来これイギリスのペニーとかペンスのことですけどね、何ペニーか5ペニーとか10ペニーとか、その小銭のことですね。小銭を私は貯金するんだと、貯金するつもりだと。これね、雨の日のためにっていうのは、これはまあイディオムであって、雨の日とは限らなくて、いざという時のためにね、なんか困った時のために、いざという時のためにお金を貯めるつもりだと。 But where can I buy another you? でもね、どこへ行ったら私はもう一人のあなたを買うことができるの？これがわからないんですよ、これ。直訳したらそうなりますよ。で、一体何が言いたいのかなと。ね、もうちょっと前にこの you っていうのはね、もうちょっと前にこのね、こんなことを言ってるでしょ。 I hear you. あなたが囁く声が聞こえて、私はね、従わなきゃいけない。どうやらこの人は暴君みたいなんですよね。 The blindly I follow where you lead. あなたの言う通りに何でもかんでもしなきゃいけないというように言ってる。多分この人は暴君なんですよ。あなたって誰か分かりませんけど、親かもしれない、恋人かもしれないけどね、暴君かもしれないね、何かと私をこき使うようなタイプ、私のことはあんまり考えてくれない人みたいなんですよ。で、もしその You と同じような You だったらね、もう一人のあなたをどこで変えるの？もしかしたらね、今のあなたは暴君だから、暴君、なんか嫌な人、私のことをあんまり考えてくれないね、暴君だからね、もしかしたら家庭内暴力を振るう人かもしれませんね。で、もう一人のあなた、すなわちあなたのかつての優しいあなたとかね、あるいはもう初めからあなたはちょっと嫌なタイプだったから、別のあなた、すなわち優しいバージョンのあなたをね、どこ行ったら買えるんだろう、どこ行ったら手に入れられるんだろう、どこ行ったらそういうね、優しい人に出会えるんだろうかということみたいな気もしますね。で、次、Dreams are for sleeping. 夢というものは寝るためのものであり、Love is for weeping. 愛というものは泣くためのものである。綺麗な言い方ですね、ちょっとね、これね、で、愛しても結局涙、悲しいだけなんだと。でね、夢というものは寝たら見られるもの、愛というものはね、結果的に涙で終わるんだというようなことを言ってるみたいですね。綺麗ですね、これね。で、for how I long to find a place to hide away。これ、というものもって感じね。というのも、どんだけ長い間、how long、どんだけ長い間、待てよ、how I long、how long とは書いてないね。how I long ですよね。どんなに、how much ってことですね。how I long っていうのは、how much I long to ですよね。どんなに、どれほど私は、この隠れ家を見つけたいと思っていることか。ものすごくもう、そういう隠れ家が欲しくってたまらないってことを言いたいわけですね。だからこれ全体で何が言いたいかというと、まあ、いざという時のためにお金を貯めるつもりだと。でもね、そのせっかく貯めたお金でね、別のあなたの別のバージョンを買う、
すなわち、まあ、多分優しい人、優しい人にどこで出会えるんだろうかというような意味みたいですね。でね、結局あの愛という人を愛したって結局は悲しいだけなんだと。で、あの隠れ家が私は欲しくてたまらない。隠れ家っていうのはあの、ね、楽しい場所、こんな悲しい場所じゃなくて楽しい場所が欲しくてたまらないということを言ってるみたいなんです。次、 But night and the music remind me instead the world once was mine。 これはさっきのセリフとよく似てますけど、似てる、全く一緒か。でも夜とその音楽が私に、あの上で言ったことの代わりに、次のことを思い出させるんだと。すなわち、かつて世の中は私のものだったということを、ということでね。それでリピート、空色の部分、これはリピートされておしまいなんですね。というわけで全体をまとめると結局あの、幼い、おそらくはね、幼い頃は楽しくてたまらなかった、3歳から7歳ぐらいまでは楽しくてたまらなかったかもしれないけど、途中でねちょっと悲しいものに変わってしまって、私の人生はね、だからまた明るい楽しい世界という隠れ家は私は欲しくてたまらない。どこ行ったらその隠れ家が見つかるだろうか。で、今のあなたはなんか暴君みたいな、なんかね、私をいじめる、でも優しいあなた、優しいあなたのバージョン、またあなたのまた別のバージョン、優しいバージョンをね、見つけようと思ったらどこ行けばいいのか、そういうようなね、そういうような歌みたいですね。でこの歌ね、まああの そう言ってみれば、まあ大してあの何たわいない歌だとも言えるんですけども、でもね、歌い方が綺麗だからね、なんか深いような気がしますね。本当にあの表情豊かにね、あの声も本当に感情豊かにね、実に綺麗に歌ってますね。で、あのなんかこの、21歳ぐらいにあのキャロリンが歌ったで、まあ、もちろんカーペンターズが一生懸命考えて、まあ歌を選んだ、あのキャロリンが歌ったら一番あの、効果的だと思われるようなキャロリンにぴったりの歌を一生懸命リチャードが探してきてね、で自分で書いたり、人に書いてもらったり、あるいはすでに誰かが書いたものを使ったりして、で、リチャードが一生懸命あの音楽をアレンジし直して、でリチャードが全体あのいろんなねグループが何人もいるけども、グループの中に何人もいるから、その人たちにここの部分はこういうように演奏してくれというぐらいにいちいち指示して、で全体を作り上げて、リチャードが全体を作り上げて、そしてキャロリンが歌ったわけですけども、なんていうのかな、特にこの時代はまだね売れ始めて間がないからね、あの、キャロリン・カーペンターもリチャードも初々しくてね、あの初々しくてあまり疲れを感じていない表情で歌ってて、なんであのしかもまだ世間連れしていないというかね、まだあの、売れ始めて間がないから、そのなんていうかな、あんまりソフィスティケイティとされてないけども、そのまたその未熟さがまたいいですよね、いい意味で未熟ね、世間の汚さもまだ知らないような感じのする歌い方、なんか純真無垢な歌い方してるところが初々しくて綺麗で、であのしかもあのなんていうかな、この Close to You とか Top of the World とかなんか思い切り有名になった歌とは違って、これはあんまり多分売れてないと思うんですよね。この売れてない歌だから面白くないかというと、逆にこのうちの方が面白いかもしれませんね。売れてるものっていうのはね、みんながもう大衆がね、一般大衆がなんか面白そうだから、なんか楽しそうだから飛びつく、でもねみんながあんまり飛びついてないようなこういう歌っていうのは面白くないように見えるけども、実はこっちの方が本当に綺麗なのかもしれないという気がしますね。だから今はちょっと
あんまり以前僕はこのシリーズの中でこの YouTube のビデオのシリーズの中でね、いろいろとあの、売れ筋のカーペンターのカーペンターズの歌は先に全部解説したんですね。でだん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 ね、あの、今度は あんまり売れてない、あ、僕が全く聞いたこともないような歌を今発掘して掘り出して今解説してるんですけども、こういうのね、僕が聞いたこともなかった歌に限ってね、綺麗だったりするんですよね。やっぱりね、商業化されていない、コマーシャライズされていない歌っていうのはむしろこっちの方がいいのかもしれませんね、ということをつくづく感じさせられます。売れてない歌の方がかえって綺麗なんだと。で、売れてる歌っていうのは大衆、一般大衆に触りまくったそのなんていうのかな、手の赤で汚れてるという感じがする。パッと聞いてパッと楽しめますよ、そういうのはね。でもね、かえってその方が浅いんじゃないかと。むしろこういうようにね、みんながまだあんまり聴いていないような曲の中に本当の価値があるんじゃないかと、実は売れてない曲の方がいいんじゃないかというような、ね、気がします。というわけで、この歌もまたすごく味わい深いと思いました。